デューク大学はノースカロライナ州ダーラムに本部を置くアメリカが衆国の私立大学である。1924年に設置された。モットーはエルジチオイリリージョ。デューク大学はアメリカ国内でトップクラスの名門大学とされている。入学試験の競争率も激しく2020年度の合格率は5.7%に過ぎない。 年間10億ドル以上の研究費を投じている国内有数の研究大学であり論文が引用される研究者も多い2019年の時点で15人のノーベル賞受賞者と3人のチューリング賞受賞者が大学に所属しているノースカロライナ州立大学ノースカロライナ大学チャペルヒル校とともにリサーチトライアングルパークを先導する3大学のうちの1つである 卒業生には50人のローズ小学生、25人のチャーチル小学生、13人のシュワルツマン小学生、8人のミッチェル小学生がいる。1986年から2015年の間においてチャーチル小学生の排出数はプリンストン大学とハーバード大学に次ぐ全米第3位で2002年にはハーバード大学を上回った。ロードス、マーシャル、 トルーマン、ゴールドウォーター、ウダルの各小学生の排出数は全米で5番目に多い。US ニューズワールドレポートが発表する全米総合大学ランキングでは常に上位にランクインしている。2021年にはウォールストリート・ジャーナル、タイムズ、ハイアー・エデュケーションのカレッジランキングで5位となり、前年の10位から5位上昇し、 学生の成績のランキングでは2位に輝いた。米国を代表する大学として、IB プラスやヒドン IB に数えられる。特に、学部課程、医科大学院、法科大学院、経営大学院は、高い評価を受けている。出身者には、第37代アメリカ合衆国大統領のリチャード・ニクソンがおり、また14人の現在存命の億万長者の母校でも、 ある。大学の起源は1838年に遡る。メソジストとクエーカーの両コミュニティによってノースカロライナ州トリニティにブラウンスクールとして設立された。後のタバコ事業実業家ジェームス・ B ・デュークの父、ワシントン・デュークの財政支援を受け、1892年にダーラムに移転。1924年、ジェームス・ B ・デュークによってデューク基金を設置。 同校への募金を行った。この時に彼の父であるワシントン・デュークの功績を称え、大学名をデューク大学に変更することとなった。ノースカロライナ州ダーラム出展、同窓生は14万5000人を超え、毎年恒例のリユニオン・ウィークエンドやホームカミングなどの組織やイベントを通じて大学に貢献している。米国内には75の 国外には38の同窓会組織がある。US ニュースワールドレポートによると、2008から09会計年度、デューク大学は、米国の大学の卒業生の寄付率で3位となった。また、2011年に、ペースケールがまとめた統計に基づくと、デューク大学の卒業生は、米国のすべての大学の中で、中途採用者の給与中央値が7位となっている。 多くの卒業生は、とりわけ、政府、法律、科学、学会、ビジネス、芸術、ジャーナリズム、及び陸上競技の分野で重要な貢献をしている。政治行政、放送ビジネス学術文化、芸能スポーツその他詳細は、デューク・ブルー・デビルズを参照コーチ系と呼ばれるマイク、シャシェフスキー率いる男子バスケットボールチームは、数多の NBA プレイヤーを輩出しており、 全米屈指の名門かつ競合として有名である。これまでに NCWA 全米チャンピオンを5度制覇している。博士研究員の医学系、理系専攻、修士家庭ビジネススクール、ロースクール、ニコラス環境スクール、サンフォード公共政策スクールなどにほぼ毎年日本人留学生の在籍がある。ありがとうございます。